国鉄補機一万経過車は九百八十年から九百八十一年に二百七十二両が製作された三十五トン積の石炭専用の私有貨車である。本校では派生形式でセメント及び石炭専用車の補機七千六百型についても記述する。九百七十九年第二次オイルショックによる原油高騰によりセメント業界では製造用燃料を 重油から石炭に切り替える動きがあった。これを受けて石炭輸送用の貨車が必要となり、計画時点では私有無害社との併用も検討され、本形式を制作するにあたっては車種を石炭車か、ホッパ車かに分類するかで議論されたこともあったが、国鉄では石炭車の私有貨車による編入を認めなかったため、ホッパ車となった。補機一万型は、 1980年から1981年にかけて日本車両製造、川崎自由工業、富士重工業の3社にて3ロット272両が製作された。記号番号表記は特殊表記符号を全一し、おほきと表記する。富士重工業製作者は他2社と側面の補強リブの本数に違いがあった。これは ガワイト圧を、谷社の3 2ト、mm、ルから4 5ト、mm、ルと、厚くしたためである。落成時の所有者は、秩父セメント、電気化学工業の日社でありその常備駅は、秩父鉄道秩父本線の武州原屋駅、北陸本線の大見駅であった。秩父セメントは、その後、秩父小野田を経て、太平洋セメントと社名が変わった。秩父小野田時代でも、車体の所有社名は、 秩父セメントのままであり太平洋セメントに変更して10年後の2008年に太平洋セメントと表記された。ホッパ本体は底開き式で材質は対抗性高渉力鋼である。塗色は黒色、全長は13,900ミ、mm、リメートル、全幅は2,700ミ、mm、リメートル、全高は3,290ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は9,800ミ、mm、リメートル、 自動は18.9トン、換算量数は赤車5.5、空車1.8、台車はスリーピース形状台車の左右側枠をつなぎ針で連結し走行性能を改善した TR213C である。各年度による製造会社と量数、所有者は次の通りである。秩父セメント所有者は、 太平洋セメントになった後でも使用されており、2020年3月14日まで、鶴見線を大木町駅秩父鉄道さんが尻駅間で運用されていた。2000年から2002年にかけて97両が、専用種別を、石灰石に、常備駅を、三義鉄道三義線東藤原駅にそれぞれ変更して、中部国際空港の土砂輸送に使用され、 同輸送完了後は97両中30両が武州原屋駅へ復帰し、残存した67両は2012年2月29日まで、骨材輸送として東藤原駅四日市駅で引き続き運用されていた。なお、石炭輸送列車廃止後の本系列の処遇に関しては発表されていないものの、製造後40年を経過しており、近年は老朽化が顕著である。 電気化学工業所有者は、北陸本線大見駅新越本線、黒井駅間で運用されていたが、1996年6月に全社廃車となった。2010年4月1日現在では241両が在籍。33トン積セメント及び32トン積石,石炭専用車。1982年2月22日に、 富士重工業で一両が製作された。記号番号表記は、特殊表記符号を全一し、おほきと表記する。日本石油輸送が所有し、氷山駅を常備駅とした。大路での空車を解消するため、大路では、セメント、袋では石炭を輸送するために製作された。外見こそ、補希一万型と告示するが、 構造は大きく異なりゴム角膜を用いた、有害、無害切り替え式であり、セメント輸送時は、有害、石炭輸送時は、無害となる構造であった。九州地方で使用され、1984年1月19日に、二役装置を富士中工業で改造したが、その複雑な構造が災いし、長期級車となった。日本貨物鉄道にも継承されたが、 1999年11月に廃車となり形式消滅した。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増換鉄道車両年間 P107 国鉄補機7600経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。